今回は、絶縁型フライバックコンバーターの性能評価とチェックポイントというテーマで、性能評価の内容、測定方法と、また評価の際のチェックポイントについて説明していきます。ここからは、確認しておくべき重要チェックポイント、残りの3項目について説明していきます。5つ目のチェックポイント、出力加工等,等。 出力電圧の重要な特性の一つに過渡応特性があります。この過渡とは出力電流つまり負荷電流が急激に変動することを意味しています。この特性が重要な理由は負荷電流に対する出力電圧の安定性に関わる点です。過渡応答の確認はこちらの条件。入力電圧 最小最大負荷電流最小から最大また最大から最小環境温度条件の上限及び下限以上の組み合わせにおいて電圧波形を観察しますオシロスコープ負荷装置そして負荷電流波形も確認すべきなので 電流プローブも必要です負荷の切り替えを連続的に行うとこちらのような波形が観察されるはずです。負荷電流が急激に減少すると出力電圧は一瞬持ち上がりある時間をもって設定電圧に戻ります。負荷電流が急増した場合はこの逆で出力電圧は 一瞬低下して設定電圧に戻ります。観察のポイントは次の2点になります。1つ目、出力電圧の変動がどのくらいの時間で安定状態に回復する、または戻るのか。変動電圧が小さく安定状態に戻る時間が早い方が望ましい特性。つまり、過等等が高速で、 変動の収束が早いと言えます2つ目出力電圧変動の際にリンギングなどの波形に乱れがないか確認する出力電圧波形においてリンギングなどがないのがベストですこちらの波形図は良好な例ですもしこちらのように下等等特性が要求を満たさない場合は 基幹ループの位相余裕と原因余裕を調整することになります具体的には、こちらの回路図で示した関連する外付け回路の部品乗数を調整しますこれらの部品を試行錯誤で調整することも可能ですが経験がないと何をどのくらい調整すると良いのか検討がつきづらいと思います 定量的に位相とゲインの状態を測定し、余裕度を確認して調整していくのが、最初のうちは確実な方法だと思います。測定には、FRA、周波数特性分析装置を使うのが便利で簡単です。調整においては、一般に応答速度を速めると安定性が低下する傾向にありますので、 位相余裕を維持しながら最も速い応答が得られるように調整することになります。6つ目のチェックポイント、出力電圧立ち上がり波形。こちらも出力電圧波形の確認になりますが、入力電源をオンにしたときの出力電圧の立ち上がり特性を観察します。方法や測定器は、 過等,等特性とほぼ同じなので一連の確認としてセットにすると能率の良い評価ができます違いは出力負荷電流を連続して切り替える必要がないことになります確認条件はこちらの組み合わせになります例えば入力電圧最小負荷電流最大温度下限という状態をセットして 入力力電電源ををオンした時の出力電圧波形観察するポイントは出力波形にリンギングオーバーシュートやアンダーシュートが発生しているかどうかになります。これらが発生すると出力電圧が安定するまでに必要以上の時間を要するだけではなく あまり大きな変動があると、給電されるデバイスが誤動作したり、リセットがかかる可能性があります。実は、これも出力の応答特性の一つと考えることができます。そういう意味でも、過等等との兼ね合いがあるので、これら一連の確認であると言えます。リンギング、オーバーシュートやアンダーシュートの最適化は、過等等と同じように、位相と ゲインの余裕を調整すすることで得られますそれとは別にソフトスタートや負荷容量の関係で立ち上がり波形は変わってくるので何の影響を受けて観察している波形が変化しているかということも検討する必要がありますこちらの出力電圧波形は良好な特性を示しています最後7つ目のチェックポイント 温度測定この項目では温度と損失の測定について説明しますがその目的は電源 IC のジャンクション接合部の温度 Tj が実動作の最大温度条件においても最大定格 Tjmax を超えないことを確認することです。最大定格は絶対に超えてはいけない値です。 もし超えるようなことがあれば著しく寿命が短くなったり破壊に至る可能性があります。また、定格を超えないということのほかに、信頼性の観点から実際の t g を知ってディレーティングを行うことにもつながります。わせて、損失のチェックが必要なのは、損失イコール発熱となるからです。 許容損失の観点から見れば実際の損失が許容損失以下であることがチェックポイントになりますが最終的には TJ がどのくらいかという原点に行き着きます関連して損失要因を把握することで場合によっては損失を改善し発熱を低減することができますもちろんこれは効率改善にもつながります 今回の事例に使った電源 IC は MOSFET 内蔵タイプなので電源用 IC のジャンクション温度を測定しますちなみに MOSFET が外付けの場合は第一の発熱源は外付けの MOSFET になりますがコントローラー IC の MOSFET ゲートドライブ用の電流が小さくない場合があるので要注意ですさて ジャンクション温度 TGA を知る必要がありますが IC チップは大抵パッケージの中に樹脂風刺されているので直接的に測定することはできませんそこで周囲環境温度 TA やパッケージ温度 TC の実測値と熱抵抗に基づいて TGA を算出しますこちらの図は熱抵抗と 温度の関係を示しています熱抵抗 θJA はジャンクションチップから周囲環境までの熱抵抗であり θJC はジャンクションからパッケージ表面までの熱抵抗になります。ジャンクション温度 TJ は TC プラス自己発熱発熱は電力 p ×ける 熱抵抗 JC とというここちらの式でで求めることができます熱抵抗に関しては IC メーカーが提供するものを参照しますデータシートなどに記載がない場合は問い合わせてみてください TA もしくは TC を実測するわけですが TA の測定は意外と大変です 測定は熱電対で周囲温度を測ればよいのですが発熱帯の近くと発熱帯から離れた場所ではかなり温度が違いますまた実機では筐体の中だったり空冷ファンが回って空気が動いているなどどの条件での周囲環境温度を ta とするかという問題があります経験則を用いて解決することができないわけではありませんが難問です それに対して TC の測定は近年サーモグラフィーや放射温度計などが普及したので比較的簡単にできるようになりましたもちろん熱伝対を使って測定することも可能ですが熱伝対をパッケージに接触させる必要がありまた熱伝対による放熱が起こるなど正確な測定は結構大変です近年の事情を考えると 赤外線を利用した非接触温度計を使うのが便利ですもう一つパッケージのどこの温度をこの計算で使う TC とするかという問題がありますこのパッケージの図を見ていただければ容易に想像できると思いますがパワートランジスターの真上とあまり電力を消費しないコントロールチップの上では TC は異なります基本的には パッケージ表面温度が一番高いところの値を使います。そういう意味でサーモグラフィーは非常に便利です。ちなみに熱伝対の場合は他に細かい条件はありますがパッケージの中央で測るというのが一般的だと思います。熱抵抗 TC もしくは TA のデータが得られればこの式での計算に必要なのは P つまり 消費電力イコール損失となります損失は単純には電圧×電流で求められますただしスイッチングレギュレーターの場合にはスイッチングにより電力を切り出しているので平均の消費電力を求める必要がありその算出は少し複雑になります損失の計算方法や確認方法が ロームのウェブサイトから提供されていますこちらのロームホームページ画面に記されている1から順にクリックしていくと使用温度の計算方法や使用可否の判定方法を示したこちらの資料を閲覧することができますこちらの資料を参考に実使用において問題がないかご確認ください 最後にチェックポイントとは別にアルミ電解コンデンサーについてお話ししますアルミ電解コンデンサーは比較的安値で大容量を得られるので特に ACDC コンバーターの場合入出力大容量コンデンサーには標準的な選択肢だと思いますそういった意味であまり細かい検討がなされず使用されるケースがありますので ここで注意すべき事項を確認します。どんな部品にも寿命はあるのですが、例えば IC などの半導体部品は突発的なものを除けば特に寿命を意識しなくても機器の耐用年数を十分に満足します。ところが一般的にアルミ電解コンデンサーの寿命は比較的短く稼働中の電源において 経年変化化によるる性性能能劣がが発生すす可能性がありますアルミ電解コンデンサの寿命は温度による加速が大きく一般には10度2倍速とも呼ばれているアレニウスの法則にほぼ従うことが知られています。これは温度が10度上がると加速係数は2倍になり寿命は 分のになるという意味ですもちろんその逆に10度下げることができると寿命は2倍になるという意味でもあります実際の個別寿命算出はコンデンサメーカー提供の計算式などにて算出をお願いしますコンデンサーにリップル電流が流れると内部インピーダンスによる損失のため発熱が起こります アルミ電解コンデンサーは比較的 ESR が大きく流れるリップル電流が大きな場合はそれなりの発熱が生じることを認識しておくことが重要です。例えば105度2000時間という予測寿命のアルミ電解コンデンサーを75度で使うことができれば1万6000時間の寿命予測となりますがこれが 95度になれば、時間の寿命を想定する必要があります。またこの予測時間から IC などに比べると電解コンデンサーは寿命がはるかに短いことが分かるかと思います次にアルミ電解コンデンサーが寿命により劣化するとどうなるかということですが基本的には 静電容量が低下しますこれを液漏れや容量抜けなどということもあります。電源回路としてみれば、容量が低下すると、本来必要だった容量が得られないので、次のような症状が発生し、給電されているデバイスの動作に問題が生じます。まず、入力コンデンサだった場合、リップル電圧の上昇。 保持時間の低下、これは蓄電できる電荷が少ないためです。また出力コンデンサーの場合リップル電圧の上昇出力制御ループの安定性低下こちらは応答に影響が出てきます注意点としましては基本的になるべくコンデンサーの温度を低く抑えることになりますが 大原則として次の4点を押さえてください。使用する電解コンデンサーのリップル電流定格を確認し、回路のリップル電流を十分カバーする定格のものを選択する。評価時には右の波形のように実際のリップル電流を確認する。同様に 電解コンデンサーの温度も十分に確認して、寿命予測を行う。電解コンデンサー実装の際は、発熱帯から遠ざけるなど、少しでも温度を下げる対策を行う。今回は AC、AC-DC コンバーターの評価編、絶縁型フライバックコンバーターの性能評価とチェックポイントというテーマで、このような内容をお話ししました。 事例として PWM フライバック方式の評価ボードを用いまして評価方法と評価の際のチェックポイントについて説明しましたどのように考えればよいかどんなところに気をつけなければならないかを理解していただき今後の皆様の設計に役立てていただければと思いますこの度はご視聴いただきありがとうございました